黒和は僕たちと駐在さんの700日戦争を執筆している人気ブロガー、同タイトル映画原作者、書籍版原作者としてはママチャリのペンネームとなっている男性、山形県白鷹町生まれ、山形県立新都高等学校出身。2003年にグーブログでエスティマビよりの原型となるエッセイブログ、CG ブログを開始。 地道に人気が出始め、2005年3月に僕たちと駐在さんの700日戦争をカテゴリーの一つとして連載を始める。理由はネタがなくなったので連載小説なら稼げると思ったから、たちまちコピペサイトなどで人気が出始め、同年7月に FC にブログで独立。ブログランキングのコメディ部門、小説部門で不動の1位となり、 これを、米国で読んでいた、日本人ファンが英訳し、米国のランキングサイトのコメディ部門で1位になる。2007年には、高齢者書店により、単行本化。週刊売上ランキング入りし、これを、フジテレビの、目覚ましテレビで特集されて一気にブレイク。2008年には、市原隼人主演で映画化された。執筆しているブログは他に、エスティマビオリや、メオトチャットがある。 また、FC2 小説にて5年3組を連載し1位となった。ありがとうございます。